犬下虫は、甲殻類の下虫の一種である。やや細長くて平らな動物で、形はやや下に似ており、俗名もこれに基づく。幅広い哺乳類の鼻腔粘膜に寄生するが、宿主は、主として、肉食哺乳類で、犬では、発見がまるでない。時に人が宿主となる例も知られる。複雑な生活史についてもよく調べられている。生態で、オスは2センチメートル。 メスは12センチメートルになる。生きている時は透明で白っぽく赤みがかった子宮が目立つ。また、時に犬の鼻空粘膜を摂取したために緑色を帯びる。体は細長く、先端部は幅広くて腹肺に変平。その形が下に似ている。後方は次第に幅が狭くなり、細くなって終わる。体表は細かな大切様の環状輪がありその数は90。 にもなる頭部背面には目などの感覚器はない。前端に短い感覚乳頭がある。その覆面には5つのくぼみがあり、中央のものを先頭に、それより外側のものほどやや後ろにある。このうちで中央のものは口、側方の2体は針を引っ込めたくぼみである。針はこのくぼみから突き出すことができる。口は丈夫なキチン感で囲まれ、吸血に適する。 大型哺乳類の微腔に寄生し、そこに分泌される粘液と細胞の残砂を吸引するように食べる。幼生が中間宿主を持つ複雑な生活史を持っている。メス生態は宿主の微腔内で産卵する。卵は宿主体内から出て植物の葉などに付着し、それをウサギなどの哺乳類が食べると感染する。卵は腸内で消化されて殻を失い、 第一次要性が出現する。これは、本体は楕円形、後方にやや細長く伸びた、シャムジのような形のもので、先端に先行器、側面に2体の針状の足を持つ。この幼虫は、リンパ管に侵入、肺、肝臓、脾臓、リンパ節、腎臓などの器官に到達すると、その部分の結合組織の中で非能陽性となる。その内部で、陽性は9回の脱皮を繰り返す。 最初の脱皮で、針状の足などが脱ぎ捨てられ、裸状態になった二次要請は、内部構造が発達し、次第に長くなって、脳内で体を腹足に折り曲げたようになる。約6ヶ月後、第三次要請になる。これは、体が長くて、細かいトゲが、多数の感情に並び、腹面前方には二体の鍵が発達したかなり、生体に近い形をしている。この要請は、 別種として記載されたことがある。この妖精は7ヶ月目頃には皮脳から脱出し、宿主の強行や復旧へと移動する。これを犬などの最終宿主が食べると、胃から食道、陰頭空を経て鼻空に達する。ここで最後の脱皮が行われ、細かい棘などは脱ぎ捨てられて滑らかな体の生態となる。生態はその4ヶ月目頃から交尾を始める。この時点で、 オスは成熟しているが、メスは卵の形成が始まったばかりで未成熟である。オスはその後に死ぬが、生死は未成熟なメスの貯生能に蓄えられ、その後の受精に預かる。メスはその後も成長して、産卵を始め、少なくとも半月で100万個以上も産卵すると言われる。生体は脱皮しない。第三次陽性なお、宿主が死ぬと、生体も陽性も間もなく死ぬ。 基本的には、中間宿主は草食哺乳類、収縮主は肉食哺乳類なのだが、幅が広く、収縮主としては、犬、狐、狼などの他に、馬、羊、ヤギなどの草食動物からも知られる。人の感染も知られており、ヨーロッパでは犬を溺愛する人に多いとか、ベルリンでの調査結果で陽性の寄生率が10%を超えていた例も知られている。 世界中に広く分布する。ただし、原産地はヨーロッパとの説がある。日本からも知られているが、報告例は多くない。なお、オーストラリアには野生化した犬であるディンゴがあるが、これには同族の別種であるエルディングローラが寄生し、おそらく人が犬を持ち込んで、以降に種文化を遂げたと考えられる。感染による被害は多くないが、カタル性の刺激を起こすとも言う。 禁煙種はいくつかあるが、犬に寄生するのはこれくらいらしい。この種自身は、古い時代、この類の分類についての知見が少なかった頃に、記載されたこともあり、異名が多い。また、この種の第三次要請は、別種と考えられたことがあり、それには、ペンタストメムデンテキアレイトムの名が与えられた。以下、異名を挙げる。加藤、P347 加藤。 P344 ありがとうございます。